今回は藤沢修平の詩生小説の短編を朗読します両親の声がしている 聞くともなしに聞いているうちにおてつは布団の中で目がさえてしまった身寄りが誰もいねえってんだからやっこさんが弱るのも無理はねえわなでも誰もいないってのはおかしかないのかい木の股から生まれたわけじゃあるまいしさと母親のおかつが言っているいやそうじゃねえ じゅうさんかそこらで音獄から出てきて、こちらで書体を持ったわけだ。国は越後だって言うから、そこへ帰ればそりゃ誰かいるにちげえねえさ。だが差し当たって江戸に頼れる人間はいねえってことよ。死んだ神さんの身内もいないのかねえ。それはいる。と、父親の調査は言った。 何でも四谷の方で商売をしているうちらしいやそれが親の許さねえなんとかで初体を持ってからは行き来していねえだからお通夜にも誰も来ねえし葬式には姉だという人が一人来たには来たが長屋の連中にもろくな挨拶もなしに帰っちまったという話だ子供がかわいそうだよ子供が。 だからあれも仕事に行く気にもなれずああしてぼんやりしているわけよとりあえずお父はおマスさんがやっているそうだけどそうかそいつはまあよかったじゃねえかおてつの目に一人の男の姿が浮かんでいるいつも日焼けがさめないような黒い顔をし 細い目が悲しげに見える無口な男である。年は二十七八。男は十日ほど前、女房に死なれ、両腕に血のみごを抱えてしょんぼりしている。そうでなくとも優しく、物悲しげな目が今にも泣き出しそうに見える。男の名は伊作。腕のいい薪絵師だというが、 おてつには若いのになんとなくじじむさいだけの男に見える両親の話すのを聞いていてその理由が分かったような気がした要するに田舎者なのだあの男は朝で居残りで律儀な稼ぎぶりだったのもそのせいなのだろう気の毒だとは思うが男に同情する気は起こらない 人には言えないことだがおてつは男の死んだ女房落ちせがあまり褒めた女でないことを知っているそれに気づかずにせっせと働きづめだった男に軽い軽蔑の気持ちすら持っている哀れな男に違いないがそう思う気持ちの底にかすかに腹立たしい気分が沈んでいるただ 子供はかわいそうだった。父離れにまだまだ間のあるその女の子は「オ、OK、ケと名付けられているが日がない一日泣きわめいている親の顔も知らないなりに父をくれる者がいなくなった感触がわかるのかと思うほどなくおとなしいのは同じ長屋のおますの やや手話番では来たものの大きさでは若いものに引けを取らない乳房を握っている時だけのように見えるおますはつい半年前子供を産んだばかりだがその子が8人目である始終になってまた腹が大きくなった時はさすがに「本当に恥ずかしい」などとい言い裏棚の連中の顔色をうかがう様子だったが 裏棚のものはまたかと思っただけであるこのおますがおけいを引き受けて両方の乳房に息子の小野吉とおけいを吸いつかせているのをおてつも見た「今帰ったぜ」とがいて威勢のいい兄の声がした「あれおてつはもう寝ちまったかい。 どしんと畳に尻を落とす音が聞こえた「おこおこだけでいいよお茶漬けを食いてえんだ」とおかつに言っている一平やってきたんだ仕事場に咲二がやってきてよおてつはドキリとした久二は兄の藤太郎の兄弟子だった男でおてつの婚約者のような形になっている 川越に大きな仕事があってひとほど江戸を留守にしていたのだがやっと帰ってきたらしいと思った作事は姿がいなせで男らしく引き締まった顔をしているその顔を思い浮かべるときおてつの胸はくすぐったいような気恥ずかしいような思いに誘われる作事と藤太郎は2人とも大工である。 南本所の三笠町に住む清五郎という棟梁について、作事はもう観察をもらって、浅草三軒町の洋平という大工に勤め、藤太郎は今、清五郎の家でお礼奉公を務めている。川越の方の仕事が終わって、今日帰ってきたばかりだというから、帰りがけにちょっと飲み屋に寄ってきた。 うちには来ないのかね、と「おかつが言っている」愛弟子「相手しのころに作事はよくおてつのうちを訪ねてきた作事は北本所に住んでいるが早く母親を亡くして父親と2人暮らしだった」「そういう作事の境遇が分かるとおかつはごちそうを食わせたり綻びを縫ってやったり息子が2人いるように世話を焼いた」 そんなつきあいの中で娘娘してきたおてつを作事の嫁にという空気が自然に生まれて去年の暮れにははっきりと話が決まったのである作事の父親も喜んでいた秋には親方の清五郎を仲人に頼んでこじんまりと祝言をあげようということになっているそれが次の仕事が待っていて 明日からそちらにかかるのでその暇がないそれで川越のお土産だなんてこれをくれたぜおやまあ髪を広げる音がしたいい柄じゃないかおてつが喜ぶよ作事が反物か何かを土産に買ってきたらしかった作事は物言いもさっぱりして男らしい気性だが なな男ではないそういう優しさを持っていることはこれまでの付き合いで分かっているおてつを幸福な感情が包むおてつは布団の中でのびのびと手足を伸ばした「3月の夜は寒くはない若い体にかすかなほてりが宿っている」。 作事はいつ来るだろうか。それでいつ来るとは言ってなかったかいうん今度の休みに必ず来るって言ってたぜおてつはまあいい相手が見つかって幸せだぜ調作の声がして続いて大きなあくびの声がしたそのあくびに誘われたように お赤ん坊がまた泣いていると思ったそう思っただけでおてつは小さなあくびをすると目をつぶった立ち止まったのは赤ん坊の泣き声があんまりひどかったからである火がつくように泣いているが誰かがなだめている様子でもない おてつは戸を開けた。家の中は赤ん坊の鳴き声だけである。ほったらかしで出かけたのかしら。おてつは上がりがまちににじり上がって、突き当たりの障子を開けた。男の黒い背が見えた。いさくである。いさくはあぐらをかいて首を前に垂れているので、 首なしの胴が座っているようだったおけいが窓際の小布団の上で亀の子のように手足を縮め真っ赤な顔をして泣きわめいているちょっとおてつは呼んだい作が慌てて振り向いた赤ん坊の泣き声で障子が開いたのに気づかなかったらしい おてつは罰の悪い顔になったいさくの目は真っ赤で鼻の脇に涙の跡がある泣いていたらしい悪いところを見てしまったと思ったがすぐに腹が立ってきたなんて育じない男だろうどうしたんですかそんなに泣かせておてつは思わずなじるように おなかすいてんじゃないですかおマスさんには行ってきたんですかへいまだでダメでしょうおてつは叱りつけるように言ったごめんなさいとも言わずに部屋に上がり込んでしまったおけいを抱き上げて指をしゃぶらせてみたするとおけいは泣きやんで驚くほど強い力で指をすっ ほら、おなかがすいているんだわそれが乳首でないと分かって指を離すとおけいは前にも増してぎゃぎゃっと声を張り上げて泣きだした立ち上がってきた遺作の脇をすり抜けながらおてつは膨れっ面で言った「あたしがおまっさんとこに連れてってあげますよ」実際腹が立っていた やもめだかかもめだか知らないが、一人前の男が赤ん坊のおもり一つできないという話は聞いたこともない、と思った。おまけにどこの世界に子供と一緒になって泣いている父親がいるものだろうか。本当に腹が立つねおけいちゃん、あんたあんなお父ちゃんと一緒じゃ、今に日干しにされちゃうよ。 おてつは力強く泣き続けているおけいの赤く膨らんだ方をつついたおますはちゃんといたすぐにおけいに父を含ませながら遠慮してんだよあの人はとおますは言った父なんかこのとおりたっぷり出るんだから 遠慮なぞいらないってのによそうかしらそうさおとなしい人だからおとなしいも時によりけりだわよねえおけいちゃんおけいは夢中になっておますの乳房を両手でつかみつかみ乳を吸っているみーちゃんいられないから連れてきたんだけどあたしでしゃばったかしら そんなことはないよ。てっちゃん、あんたからも言っとくれ。遠慮なんかこれっぽっちもしなさんなって。腹がくちくなると、厳金なものでおけいは途端に機嫌よくなった。ちょっとあやすとすぐけらけらと笑い出す。かわいらしかった。おけいをあやしながら、おてつはさ作の家に戻ったが、 おしめがひどくくさいのに気づいた「おしめ出してちょうだいな変えてあげますから」おてつと子どもを迎えてのっそり立っているいさ作にそう言ったいさ作は慌てて隣の部屋からおしめを出してきた開いてみると子どものまたぐらはすっかり汚れてひどいにおいだった またずれができてて赤くなっているこまめに取り替えていない証拠だった「濡らしたままにしておいちゃいけないんですよ。ほら赤くなってるでしょ?と」とおてつは言った伊作は膝をそろえてかしこまっている「おたなのほうはあれからずっと休んでるんですか?」。お鉄は黙ってはまっいるのが気詰まりで 手を動かしながらそう言った。へいこんなありさまなものででもいつまでも休んでいるわけにもいかないでしょうそうなんですが弱っちまいましたイサ作はため息をついたオケイはちらとイサ作を見た暗い顔をして途方に暮れているように見える 実際、子供がいてはどうしようもないかもしれないおてつは少し男に同情が動くのを感じた「お棚に赤ちゃんを背負っていくということはできないんですか?」そういうわけにもいかないんで向こうにお乳をくれる人がいればね背負っていってあとはお棚に預かってもらうといいんだろうけど。 店のカミさんは子供が嫌いな人ですからおよしよしおてつは霜を変えてもらって機嫌のいい笑い声を立てたお、OK、いをあやしたおかみさんの里の方はどうなんですかさ作は黙ってうつむいているそれじゃあ困ったわねおてつは言ったが 少し深入りしすぎた気がした立ち上がったおてつにさ作がもぐもぐと口ごもりながらお礼らしい口上を述べた家の前まで来ておてつは立ち止まったギャっギャっと泣きわめいていたおいの顔を思い浮かべていたそして折れるほど首を垂れて泣いていたさ作の姿が浮かんでいた 実際泣きたいほどなんだろうと思ったあの時は育児のない男だと思ったが遺作もどうしようもなく困っているのだということは察しがついたおてつは足を返した遺作の家の前まで来るとあああと何かしゃべっている赤ん坊の声が聞こえた戸を開けると米を研いでいた音がやんで 台所からさ作が顔を出した「おけいちゃんはあたしが預かってあげますよ」とおてつは言ったさ作は細い目を見張っておてつを見たが慌てて手を振った「そんなことはできませんおてっちゃん」だってこのまんまじゃいつになってもおたなにいけないでしょう。そうしたらどうなるんですか 赤ちゃんと一緒に日干しになっちゃいますよさ作はうつむいたがすぐ顔を上げたでもそんな迷惑はかけられません昼の間だけだものおてつは勤めて気軽な口ぶりで言ったうちにはおっかさんもあたしもいるんだしおけいちゃん一人ぐらい面倒見られるのよおたなから帰ってからは知らないけど 向こう両国の広場で小屋掛けの軽業を見てからおてつは作事と連れ立って両国橋を渡った橋を渡ると作事は川端を左に曲がったその先から夜券堀のあたりは水茶屋や寄合茶屋が並んでいる並んで歩くと作事は背が高く姿がよくおてつは誇らしいような気持ちになった しばらく見ない間に作事には腕のいい職人らしい貫禄さえ加わったようだったちょっとその辺で一服してそれからぶらぶら上野の方に行ってみようじゃないかええ、池の旗に生きのいい魚を食わせる店があるそこで晩飯でも食おうやと作事は言った おてつはちらりと作事の顔を見た上のとは遠いところまで歩くと思ったのである忍ばずの池の辺りに出会い茶屋というものがあるとも聞いている家から離れた遠いところに連れて行かれる不安があっただがその不安は不快ではない作事が一緒なら構わないという気がした 水茶屋に入って二人はお茶を飲んだ軽業を見たのは久しぶりとおてつは言った高く張った一本砂の上で芸をして見せた若手姿の娘の姿が目に残っていておてつの胸にはまだ軽い興奮がある面白かったかいええ俺も久しぶりだ三笠町にいた自分には よく親方の目を盗んでこの辺りに来たもんだけどな二人は他愛ないおしゃべりをした久事は川越から帰った後も忙しくてしばらくぶりにおてつの家に来たのである話すことはいくらでもあっただがその話の間におてつは時々気になるものが挟まるような気がした 何か忘れ物をしている感じがある。やがて、あっ、と思った。今、子供を預かっているのよ。子供だって作事はあっけに取られた顔になった。ええ、赤ん坊なの。同じ裏棚にいる人の子。おてつはイ作と赤ん坊のことをしゃべった。 遺作という男が、育児なしで、赤ん坊と一緒になって泣いていたこと、おけいという赤ん坊が可愛いことなどを勢いづいて喋った。遺作は実際、育児のない男で、店に通えるようになったものの、夕方、おてつの家に赤ん坊を受け取りに来る姿は、依然としてしょんぼりとしおたれて、気の毒なほどだった。 その人、死んだおかみさんが忘れられないのね。そりゃ赤ん坊の世話も大変には違いないけど。なるほど。作事は言ったが、気がないような感じだった。それがおてつには少し物足りなかった。このごろ、おけいちゃん、あたしに懐いちゃったみたいなのよ。 割に機嫌のいい子なの。いいな何か知らないけど一生懸命話しかけてきてさ父の香りがにおう桶の小さな唇が不意に生々しく思い浮かんできた「おっかさんちゃんと父もらいに行ってくれたかしら」「おかつは筆作りの内職をやっているじっとしていることが嫌いで忙しく働く」 おてつも手伝うことがあるがおかつの周りにはいつもうさぎの毛や馬の毛が散らばっているおけいが拾って口に入れたりしないかしらおてつはそんなことが心配になってきたいくつぐらいの人だいそのいさくって人は十七かしら八かもしれない 作事さんよりちょっと上みたいそれじゃあ大変だ代わりのかみさんもらわないことにはしょうがないだろう代わりのかみさんって言ってもおてつは遺作のしおたれた風景を思い出してクック笑ったあまり見栄えのしない人なのよそれが作事さんとはだいぶ違うもの その上、子持ちでしょ作事は苦笑したが悪い気持ちではなさそうな表情だったさてと作事は立ち上がって女中を呼んだそろそろ行くかええと言ったがおてつは気持ちが茶屋に入る前より弾まないのを感じた七つ午後四時を少し回った時刻だが 遺作が裏棚に帰るまでまだ一時二時間はたっぷりあるお勝はそろそろ台所にかからなければならない時刻である伊作が帰るまでに一度おますのところに父もらいに行くのだがお勝にそれができるだろうかお慶の泣きわめいている赤い顔が目に浮かぶそれを見ながらお勝が悪態をついている姿も見える おかつは官房を預かはることに乗りなかった強行に反対するのをおてつがときふせたのである悪いけど両国橋のたもとまで戻ったとき、おてつはとうとう言った「あたき今日はこれで帰るわ」「どうしたい」。は驚いたように 子供が気になるの子供一瞬作事の顔に険しい色が走ったようだった子供ったってあんたの子供じゃないだろう作事にしては珍しく皮肉な口調だった不機嫌な顔になっているおてつはかすかな怯えが心を締めつけるのを感じた 作梨の機嫌を損ねたことは明らかだっただが作梨と上野に行って晩飯落ちそうになるという気分はもう失われていたおい、OK、の鳴き声が耳の奥で鳴り続けている「おっかさんが大変なんです」「もうそろそろ夕方だし」 しょうがないな作事は舌打ちした。でも、さっきは一緒に行くつもりだったんだろうええ。なぜかかたくなな気持ちになっていた。すみません。謝ることはないさ。作事は無然とした声で言った。それからさっぱりと決心したように。じゃまたな。 とでっってくると言った作治の長身が広小路の雑踏に紛れやがて見えなくなるのをおてつはぼう然と見送ったがやがて橋を渡り始めた取り返しがつかないことをしたような気がしていた作治を怒らせてしまったことが気分を重くしている。 作くがなぜ起こったか、おてつにはわかっている。咲く字は夕暮れから夜のひと時ときをおと伝人だけで過ごそうとしたのだ。出会い茶屋というところに行くつもりだったかもしれなかった。その先はおてつにはわからない。ただ漠然とした恐れのようなものがそこにあった。子供に囲つけて目の前にあるその恐れから逃げたような気もした。 だが作事が望むならそうした方がよかったかもしれないうなだれておてつは町を行きやがて裏棚の木戸を入ったどこかで赤ん坊が泣いている声がするおてつははっとなって顔を上げた家の前まで小走りになっていた」。を開けると、 お、OK、の泣き声とおかつの大声が耳を打った「おーらおらおら泣くんじゃないよすみませんおっかさんおてつはうちに駆け上がった台所から赤ん坊を背中にくくりつけたおかつがけげんそうな顔で振り向いたおやどうしたの帰ってきちゃった。 帰ってきたって、作事さんはどうしたんだいうん、途中で別れちゃったの。おてつは急いで母親の背中から赤ん坊を引き剥がした。するとおけいは泣きやんで、おてつの顔を見ると、うまうまと言った。お父まだなんでしょちゃんともらってきたよ。変な子だよ。 お前に抱かれたらケロリとしてるじゃないかお勝は言ったがまだ気遣わしそうに言った作治さ,さんと一緒に帰ってくるんじゃないかと思ったのに「なんか用があるんだってあの人忙しいのよ」とおてつは言った「まさか赤ん坊が心配で帰ってきたとは言えなかった」 湯屋から戻ってくる途中でおい、OK、を抱いた伊作に会った「こんばんは」おてつは声をかけたが伊作はうなだれたまま通り過ぎたおい、OK、が気づいて「うまうま」と言った「変な人」おてつは首をひねって見送ると裏棚の方に向かった 月が出ている。それに隣町の細川の登上下屋敷で出している辻番所の高張上灯の明かりがあった顔がわからないはずはなかった現におけいは気づいたじゃないのと思ったうちへ帰ると長作と兄の藤太郎が晩酌を飲んでいた「おいおてつ。 康太郎が自分の部屋に入るおてつに声をかけた。こないだ作事が飯食おうっていうのを断ったんだって。だって遅くなると思ったから。おや、あたしにはそう言わなかったじゃないか。と台所から入ってきたおかつが言った。なんでもいいが作事は何かご機嫌ななめだったぜ。 楽しみにしてたらしいんだ久事さ,さんと喧嘩などやめとくれせっかくいい縁談がまとまったんだから喧嘩なんかしてないわとおてつは言ったが別のことが気になって上の空だったひどく元気がなさそうだったさ作の姿が目に残っているさ作などどうでもいいが 馬馬と呼びかけたお、OK、慶のことが気にかかる「おっかさんちょっとそこまで買い物に行ってくる」おてつは行って家を出た伊作は泉州岸和田の殿様岡部内膳の将下屋敷と土屋家の塀の間を入っていったのである小名木川の川端の方に行ったと思われた。 お鉄は急いで袋小路のようなその道を急いだ道は鍵の手に曲がっており角に辻番所があって塀に挟まれた道をちょうちんが照らしていたそこを抜けると川端に出た小名木川の流れに月明かりが砕けているあらいたおてつは立ち止まった新高橋の手前に人影がうずくまっている 紛れもなくさ作だった「おおお」お,おとしゃべっているおけいの声が聞こえるさ作は懐に子どもを抱えたまま落ち込むほどかわっぷちに体を乗り出してじっとうずくまっている人通りは全くなくかすかな水音とおけいの機嫌のいい声だけが聞こえる時々おけいが元気よくふんぞり返り 白い足裏が踊ったその度に伊作は抱え直すが顔は上げないで川を眺めているだけである岡部家下屋敷の塀外れに寄りかかったままおてつは黙って親子を眺めた「ああして何を考えているんだろう」と思ったおけいをおてつが預かったので 遺作は勤めに出られるようになったのだがそれで楽になったというわけではない寝るまでにもう一度乳もらいがあるし米元がなければならない洗濯もしなくてはならない伊作が月明かりを頼りに裏棚の井戸端でこそこそ洗い物をしているのを見たことがある夜中に赤ん坊が泣き出せば起きた朝なければならないだろうし 男は疲れきっているのだと思った死んだかみさんのことでも思っているのかしらでもそれを思うくらいなら少し身なりに気を配って代わりの人をもらうことでも考えた方がいいのにとおてつは思う10日ほど前おすの亭主の七蔵が後添えでいいという女を連れてきて 遺作ののうちで見合いの真似事をさせた。だがやつれた顔に武将ひげを生やしたままで着るものはすっかり赤じみ聞かれることにろくに返事もできない伊作に相手の女は一目見ただけで愛想を尽かしたらしくすぐ断りの返事が来たとおますに聞いているふいに裾を乱しておてつは走った立ち上がった伊作が をつかんで腕を突き出し川に投げ込もうとしているように見えたのである何も知らないおいがケラケラ笑う声がしたその笑い声に一瞬気をそがれたようにさ作の動きが止まったのでおてつは間に合ったひったくるようにおいを抱き取るとおてつはいきなりさ作の方を張った「なんてことをするのあんた」おてつは息を弾ませていった 怒りで目がくらんだようになっていた伊作はぼうぜんとおてつをながめそれからおけいをながめた「あんたこの子を川に捨てようとしたね私は見ていたんだから」おてつははげしく言いつのった返事によってはもうひとつ頬を張りかねない勢いだった「この子だけを」 遺作がぼんやりした口調で言った「死なせるつもりじゃなかった俺も一緒に死ぬつもりだった」へ<ん>「変!」おてつはあざ笑ったたけだけしい気持ちになっていた「<laughs> こんな川に落っこったところで大人は死にきれませんよバカバカしい」 メソメソと死んだおかみさんのことを考えているらしいけどあんたおかみさんがどんな人だったか知ってるんですか遺作が細い目を見開いておてつを見た男がいたんですよあの人には東堂泉の神倉屋敷のそばに小さな料理屋がある その先の横網町にいるお針のお師匠さんにおてつはついこの春先まで通っていたがある時料理屋から出てくる落せを見た落せは一人ではなかった平和木に隠れたおてつのすぐ目の前で男と女は大胆に抱き合いそれから右と左に分かれていった去年の秋の夜のことであるその後二度 お鉄はその料理屋から出てくる落ちせを見ている男は太って大きな体をしていたがおてつが知らない顔だった「嘘だそんなはずがない」とさくが言ったさくの目は光り声が震えている「嘘なんか言ってませんよ私はこの目で見たんだからでたらめを言うな」 イサクが鋭い声で言いいきなりおてつの腕をつかんできた強い男の力だった骨が砕けるかとおてつは思った「でたらめだそんなことは俺は信用しないぞ信じないんならそれでいいじゃありませんか」おてつは怖くなっていったイサ作の目は人を殺しかねない凶暴な光を宿している なしてちょうだいな痛いじゃありませんかこの雨いきなり頬を殴られておてつはよろめいたおけいが泣きだしたおてつはおけいを懐に抱き込むようにかばって後ろ向きにうずくまったその首と肩に遺作の拳が降りかかったおてつがおけいの上に覆いかぶさるようにして耐えていると拳の勢いは急に弱まった やがて止まったひっそりした時間が過ぎ川水の音が響いたすまなかったおてっちゃんぽつりと伊作が言ったおてつは立ち上がって伊作を見た伊作は深くうなだれている あんたのようないい人はいないといつももったいなく思っているのに俺はどうかしている私だってそんなこと言うつもりはなかったんですよ死んだ人もあんたもかわいそうだから誰にも言わないつもりだったのそう言った時おてつはいさくと一つの秘密を共有したように思った でも、あんたがあんまり育児なしだから。さ作がちらりと目をあげた。今夜はおけいちゃんはあたしが預かって帰ります。あんたと一緒に置いたんじゃ何されるかわかりませんからね。おてつは足早にそこを離れた。泣きやんだおけいがう、ま、馬、馬と言ってちぶさを探りに来た。 くすぐったかったたたかがそのままにしておいた肩のあたりがズキズキと痛むなんてバカ力なんだろうまた腹立ちがこみ上げてきておてつは塀の曲がり角で端の方を振り返った月に照らされて伊作はしょんぼりこちらを見て立っている悲しそうな立ち姿だった 今日はまさか逃げ出しやしないだろうなあ。作事は笑いながら言った。ええ、大丈夫よと言ったが、おてつは自分の笑いがこわばっているのを感じた。出会い茶屋だと思われる忍ばずの池のそばのその店に作事は無造作に入った。部屋に通ると作事は女中に酒を言いつけ、素早い手つきで心付けを渡した。 この人はこういうところに入るのが初めてではないようだとおてつは思った作事は物慣れた風で落ち着いているそういう作事を見ているとおてつは自分はこの人のことを何も知らないという気がしたまだしもあの人の方をよく知っているふいにそう思った おてつの目に同じ裏棚の物悲しげなやもめの姿が映っているそういう形で作事と見比べたことは一度もない慌てておてつは伊作の姿を目の裏から消したどうだい一杯やらないか作事が杯をさしてきたがおてつは首を振った 少し飲んだらいいのに作事は不満そうに言ったがおてつはかたくなにうつむいたままでいたそうしていると急に強い不安に包まれるのを感じた上野に行こうと誘われた時おてつは作事が何を望んでいるかが分かった強いためらいがあっただが おてつにはこの前作事の期待をはぐらかしたという負い目がある。黙ってついてきた。五ヶ月後には祝言をする間柄である。作事の望みが理不尽だとは言えない。あんたが飲まないから一人で酔っちまったぜ。作事が笑いかけるのにおてつはぎこちない笑いを返した。おや。 何も食べてないんだな。作事は言った。箸を割ったがおてつは出ている皿に手をつける気にならなかった。胃のふのあたりに物がいっぱい詰まっているようで胸苦しい感じがする。ふいに作事の手が伸びてきておてつは酒臭い匂いに包まれた。おてつは体を硬くしたが。 作事の手の動きは巧みでいつの間にか胸の中に抱き込まれていたのぼせたようになっておてつは唇を吸われた火が燃えているように体が熱くなっているそして体が浮いた作事の手で布団の上に横たえられた時おてつはふっとこの人ずいぶん女を扱い慣れていると思った 作爾は滑らかに手順を運んでいたまた唇を吸われておてつはのぼせたようになったその間に作爾の指が動いて帯を解いているのがわかる濃い男の大衆が押し寄せてくる冷たいものがふくらはぎをなでた時おてつはピクリと体が震え不意に目が覚めたように意識がはっきりした 冷たいものは作事の指だった指は次第に膝からももにはい上がってくるふとおてつは赤ん坊の鳴き声を聞いたような気がしたおけいが泣いているちょっと待っておてつは作事の手を押さえて起き上がったそのまま耳を澄ませたが赤ん坊の鳴き声など聞こえなかっただが 潮が引くように気持ちが冷めていくのが分かったおてつは乱れた裾を直したどうしたんだい寄り添っている作事が苛立だった声を出したあたしおてつは立ち上がって帯を拾った帰りますどういうことなんだそりゃ作事も立ち上がってきた ここに来たからには承知だったんだろう。作事はおてつの腕を押さえたがおてつは振り払って手早く帯を締めた「おい作事の小姉が変わったまた赤ん坊かい」「あんたそのなんとかいう男やもめに惚れてんじゃないだろうな どうなんだ黙ってちゃ分からねえぜ。作事に肩を揺さぶられて、おてつは首がガクガクした。荒っぽく、いたわりのない手の動きだった。そんなことはありません。嘘、突きやがれ。作事はおてつを突き飛ばした。おてつはいっぺんにふすま際まで吹っ飛んで倒れたが、すぐに起き上がった。 あたし、帰ります。ああ、帰れよ。作事の目が憎悪に光っているのが暗闘の明かりで見えた。人を舐めるんじゃねえぜ。あんただけが女じゃねえよ。女なんかいくらでもいる。おてつは出会い茶屋を出た。暗い夜がおてつを包んだ。 これであの人とはおしまいだ、と思った。そう思ったが、なぜか悔やむ気持ちが湧いてこなかった。いつからか作事との間に気持ちの食い違いができていたようだった。それがいつからだったかはわからない。おてつは暗い道を急いだ。裏棚の路地に入ったとき、おてつはおけいの鳴き声を聞いた。 いの家はまだ火が灯っているしばらく立ち止まっておてつはおけいの鳴き声を聞いたがそっと戸を開いて土間に入った「こんばんは」と声をかけた時おてつは心が決まったと思った障子の中にはおてつが面倒を見なければ誰も見てくれるもののない父親と子供がいる。 こののがよかっったた。だと思った障子を開けた伊作はびっくりしたようにおてつの顔を見てしばらく黙ったが「これはどうも」と言った「上がっていいかしら」とおてつは言った伊作は「へい」と口ごもったが「こんなに遅くうちに来ちゃ家の人に怒られませんか」と言った 心配そうな声だった。おてつは黙って笑うと茶の間に上がった。上がるとすぐにおてつはおけいのおしめを開いてみた。びっしょりぬれて股が赤くなっている。ほーら、だめでしょウキウキした口調でおてつは言った。豆に取り替えないとすぐこうなるんですから。 しを取り替えてもらうとおけいはすぐに機嫌がよくなったおてつに抱かれるとうまうまと言って胸をさぐってきた幸福な感情がおてつを襲ってきたこの子の面倒を見て伊くさんも右霊にしてあげるのだ後ろにいるしおたれたやもめが 以前は見苦しくない男だったことを思い出していた幸福な気持ちに突き動かされておてつは襟をくつろげて胸を開いたお慶の柔らかな手が乳房をつかみ巧みに吸いついてきたやがて乳が出ないのが不思議だという表情でお慶は口を離しおてつの顔を見上げたが腹は口く,くなっているらしく 機嫌よく乳房を手でたたいた。おてつは声を立てて笑った。それから後ろに向き直って、静かに言った。伊作さん。あたしを女将さんにしてくれません。伊作はいっぱいに目を見張って、おてつを見た。その目がおてつの開いた胸に落ちると。 イサクは慌てて目を伏せ赤くなったやがて重苦しい口調でイサ作は言った「そんな冗談はよしてください」「どうして冗談なの?」「私は本気よ」「うちの者たちが怒るだろうなと思った」 その時はここに逃げてくればいいおてつは自分の幸福に自信があった作事のことはひどく遠い昔のことに思えたおてつは片手でおけいを胸に抱きながらもう片方の手を伊作に差し伸べた「おかみさんにするって言って」。 伊作はそれでも長い間おてつの顔を見つめたがおてつがくたびれて手を下ろしたくなった時ようやくおてつの手を握った伊作の手に少しずつ力が加わるのを感じながらおてつは思った「ほんとにいくじなしなんだから」。 の朗読はいかがでしたかそれではまた次回お楽しみに